未来が身近なラジオ井上真央でございます。もうミルクサトでございます。さあもうサムネの通りね、目薬は目につけていいものかつけて いかないものかっていうことですけどもね眼球にぺっちょりつける人いますよね。あれすごいですね、あれ ね俺は垂らすタイプですけどもね。垂らした方がいいからね、そうなんです。それ関係ないでしょ遺跡の話、遺跡の話話していきましょう。よろしくお願いします。新しいのあるんですか。まずありますね、はい、1個目としてもね、皆さんこれ出てると思いますけども、はい、徳島ボルティス、うん、ミッドフィルダー和田正樹選手が、うんうん、ポルトガル一部ボアビスタ移籍決定。うわーすごい、ボアビスタ、はい、へー、あの日本人今まで所属したことがないチームになって、はい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 、すごいじゃないポルトガル一部。そうなんですよ、うんうん、あのポルトガルってあのポルトとスポルティングリスボンとベンフィカの3チームがやっぱりこう優勝してると思うんですけど、はい、その3強以外で、うん、この20年近くの中で、ね、優勝したことあるチームが、それが2チームだけあるんですが、そのうちの1つがこのボアビスタなんです。うん、まあ、古豪みたいな感じですね、言ってしまう。なるほど、なるほど。はい。へ、最近はただちょっと市場価値高めの選手はあんまりいないよってところがあるので、うんうんうん、なんか若手がこうステップアップしていくためのまあチームみたいな感じかな。なるほど。にもなってるのかなと思いますけど。新たな地平に足を踏み出す日本人選手が。こういうことですよ。楽しいよ。うん、楽しみでございますと。うんうん、あとちょっとこちらは、はい、まあ、次のやつはまだまことしやかな部分もあるんですけど、まことしやかな部分ってどういうことですか。ささやかれてる、そうそう、噂程度ですけど、中山雄太選手、うん、代表、はい、ズボレやめていくのか、うん、イングランドはチャンピオンシップのハダースフィールドというチームになるのかなと。チャンピオンシップですか、久しぶりに日本人がね。そうなんですよね、はいはいはい、うん、なんで、まあ、まだちょっとどうなるかわからないんですけど、まあ、7月中旬段階でまだね、うん、ちょっと所属先が決まってない段階になるので、なるほど、そろそろ不安感はありますから。プレミア入れてくんないですかね。ねえ、一部リーグとか入れてくんないですかね。ねえ、うん、日本代表ですよ。そうなんだよね、うん、多分そういう部分でまだいろんな交渉があって決まってないだけなんじゃないかなと思うので、いろいろ引く手はあまたでしょうよ、そらね。そうなんですよね、うんうんうん、ちょっと楽しみですと。なるほど。あとちょっと移籍じゃないもの一本だけ挟ませてください。何ですか。あのこれ我々13日の夜に撮ってるんですけど、うんうん、まずはこの収録と同時並行というか、はい、まあ裏でですね、うん、あのトッテナム VS、うん、K リーグ選抜ってのやってるんですよ。あら、同時にですね、家の前のコンビニでね、おじさんが騒いでます今、ね、いやいや、それも言ってもいい、いろんな戦いがそれも言ってもいいでしょこれね。そういうことですね。あ、すごいねそれね。そうなんですよ。まあ、ハリツアーみたいなのやってくれてんだね。そうなんですよ、はあはあはあ、でそんな中でその K リーグ選抜に、はい、あの天野純選手も選ばれまして、天野純で出たんですよ、うんうん、直接フリーキック決めました。おー、すげえ。うわー、取ってナムに連れてそのまま持って帰ってへー、やるじゃない。そうなんですよね。今夜はじゃあ韓国で天野純の名前が響き渡ってる可能性あるね。そういうことですよね、サッカーファンの間でね。いいね。ソン・フンミも来てんでしょ、もちろん。来てます、来てます。そうね。盛り上がってんだ、今夜は。ね、そんなことがね、起こっておりますよと。ね、だからいいですよね、こういう話がちょこちょここう出てくる、ね。いや、そうですね。はい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 。はい、あと、じゃあ、アジアツアーの季節ですからね、PSG 来ました。取ってたらそのまま日本来てくれたらいいのにね。なんで来てくんないですかね。そうなんだよね。まあでもいろんなね、とこにも行かれるっていうのもあったりするみたいですから。そうですか。まあ、ね。リアルとか来てくんないんですか。リアルはね、今回アメリカ行くの。アメリカ行くの。そっちの方がわかんのかい。そうラスベガスでやりますから。あんまり日本来なくなっちゃったね。なんだ、なんかっつったら絶対日本来てたんで、昔はね。なんかっつったら日本だったんだよ。日本ね、経済がね、お調子もう一歩持ってきて。なんだって日本だったんジャパンアズナンバーワンっつったんだから。いや、ね、でもね、まあさ、一つあるのが、ですか、あの、だってこういうのって普段普通なんですけど、何か違う、その、大会やってる時って、あんまりチーム来てくれないっていうのもあったりするんですよ。大会。E1 やってるから、あ、そういうこと、逆に言うとパリなんで来るんって感じなんですね。あ、そうか、そうなんですよ。なるほどね。そう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 。まあでも来てくれることにも感謝、まあそうか、E1 あるからもうこっちは楽しいし別にね。そうなんですよ。言うても言うてもそうなんです。ありがたい、そうですね、はい、うん、あと他にもまあ遺跡がいくつかちょっと起こりまして、はい、まずはあったのが渡辺亮選手の話題ですよね、うん、あ、ね、沼津の、うん、が藤枝行きますよ と、 いやちょっと面白いんじゃないこれは。まあだから藤枝がこれは昇格に向けて、まあ本腰というか、うん、はい、
なところもあんのかなと思っておりますと。うんうんうん、禁断の遺跡でしょう、これ。まあ、そうなんですよね。これはちょっと沼津港にもう二度と近づくなって言われるのかな。そんなことないね。仲良しですもんね。仲良しというか、まあ、ライバルですけどね。うん、うん、そうですか。二度と沼津港から上がった魚を口にする。そんなことない、そんなことないですよね。頑張ってください、期待してます。頑張ってください、はい、あとはね、うん、高井一馬選手水戸、はい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 、あのこの間あの冬にね、はい、あの山口から水戸に来たばっかりなんですけど、うん、山口へ完全移籍。あ、なるほど、うん、まあ、戻ることになりますかと。山口のやっぱり台所事情もね、まあ、あったのかなと。ってことですか。あと梅井選手のやっぱ台頭がでかいかもしれないなって思いますね。うん、なるほど、うん、梅井選手が取ったわけですね。そうですね。あ、でかつ今山口はちょっと前線が一人足らないんですよ、うん、フィニッシャーが。なるほど、 それで欲しかったっていうのもあるんじゃないかなというところでございます、ね、なるほどですね、まあ、またね細かいの本編とかでもいろいろやろうとは思いますけれども、うんうんうん、はい、なるほど。あとはあれよ、ちょっと海外に戻りますけど、はい、おたけですね、たけ久保選手、うん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 、なんか最近こっちでサブアカで毎回たけの話題出してる気がしますけど、うん、なんかレアルにね、なんか動画出てましたよ、うん、めちゃめちゃ活躍してましたよ、キレッキレの動きを見せて、なんだかね、また白いね、あのあれが練習着がいいじゃない、もう、ね、トニークロスにパス出して、トニークロス決めてましたよ、いいよね、でなんかもうクロスをビジュースかなんかから上げたやつを、うん、ヘディングでポンと決めて、うん、みたいになってましたよ、ねえ、ねね、ってことでマーさん、ソシエダっぽいです。なんでだよ、活躍してただろ。アンチェロッティのお気に入りちゃうんかい。おかしいでしょ、昨日までの情報と。毎回変わるからね、ここ。練習でキレキレの動きでニコニコしてなぁ、ソシエダって。そうなんだ、そうなんだ。悪いチームじゃないですけど。なんでビニシウスのパスポートが間に合ったら違うんかいな。なんか、まあ、間に合わない感じ。ハンコ忘れたか、あいつ。ハンコ忘れたか。いやぁ、もうちょっと。って感じですけどね。そうなの、まあいろいろあるんでしょう、うん、これはいろいろねあるんでしょうけどね、うんうん、じゃあ早く決めてほしいですね。あ、まだ決まってるわけじゃないんだね。そう、ちゃんと決まってないというか、でもちゃんと決まってないんですよ、もう1ヶ月前ですから、うん、せめてアメリカツアーだけ回ってくんない、連れて一緒にね、ねえ、やってほしい。ユニフォームで見たいんだけど、ミーハーでごめんなさいね、皆さんね、やっぱおじさんはね。そうなんだよ、うん、なんか2年前とかね、あの初めてこうレアルのね、あったよね、その時はあのワンで回って、それからレンタルしたでしょ。そうなの、それじゃダメなのかい。どうにかなってくれよ、ほんとちょっとねえ、まあねえ、ほんとにそうだよ、ぶつくさ言っちゃいますけど、ね、なんかバカ野郎、バカ野郎。失礼しました、全然取り消します。いや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 ね、あとねちょっと、うん、これ日本人じゃないんですけど、はい、デリフト。デリフト、はい。また椅子でリフト。そう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 。移籍、うんうん、かもってね。ユベントスから。うん。どこに？アヤックスですか？バイエル。いやいや、なんで戻ろうとしてんな。戻んのかなと。バイエルン。うわー、濁点ばっかだな。いや、ついこの間まで、チェルシー入り濃厚って言われてたんですよ。ああ、はい。そしたら、チェルシーがナポリからクリバリってセンターバック、うん、あ、クリバリ、はい、うん、取ると、うん、チェルシーがデリフト引くんです。なるほどね。でバイエルンが奪う、まあ、バイエルンの方が似合うよね、なんか、ね、なんか似合う感じはありますね、うん、うね、うん、ただなんかちょっとなんかセリエからこうなんかもうセリエで育てる、みんなもうプレミアとかドイツとかラリガに抜かれてるから、まあ、そうね、そうね、うん、なんだかちょっとそこら辺が心配っちゃ心配だなっていうのがね、あったりします、ね、そういう流れになってるか今ね。そうなんですよ。はははそっか。まあそこがちょっとやや心配かなというところでございます、ね、うんうん。また J リーグで気になってるところってないの、うん、ここのまだ隙間にはまってないよっていうのは。それはね、結構まだまだいっぱいありますよと。うん、まあ、まず一つとしては、うん、鹿島アントラスの前ですよね、フォワード。綾瀬分がね、誰がハマるのかというのはね。うん、そうなんですよね。これもそろそろ決まってるっていうか、ねえ。まあ、だってもう試合移籍後の試合が迫ってるわけだから。そうなんですよ、早くやらないとね、やるの。まあ結構リアルでこうささやかれたりしてるのが、うん、東京ヴェルディの佐藤涼河選手、噂に上がってますけどね。動くんならもう動いてるはずじゃないの、そんなことないの。まあヴェルディがほらちょうどタイミング悪くて、ああそういうことね、その可能性はありますよね。あ、なるほどなるほど、ね、涼河選手はすぐには移籍はできないと思いますね、今ね。なるほど、うん、あとはなんか柿田くんのバックですか、うん、はい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 、まあ、ここがまあリアルですね、うん、この2つ二軸がと、うん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 、
いうのはあるでしょうかと。なるほど。あと取るっても明言してるチームがやっぱりあるのが、うんうん、やっぱり FC 東京ですね。おお、どのポジション？そう、あの中盤っていうのが話ありますけど、うんうんうん、だそこにだから佐野海舟なんて名前町田からのね、あったりするので、あとは結構新潟のメンバーの名前もあったりだとかするから、うん、やっぱり教え子たちっていうところはあるのかな。監督のアルベル監督ね。なるほど、その辺ももう出てくるでしょう、もちもち。そうでしょうね。うん、楽しみ。ただね、今日この動画出てる15日金曜日ですか、うん、からもう移籍のその登録始まったから、うん、まあ、まずあれが楽しみですね。その鈴木武蔵選手とか北川晃也選手とか、うんうん、得られるようになりますから。ああ、そうだね。うん。これはやっぱ乗ってってほしいよね、すぐさまね。そうなんですよね。確かに。J1 は1試合やったらね、E1 で一周お休みですから、まず1個点取ってもらって。はい、いいイメージをファンに焼き付けて、そういうことですよね。お休みに入るが一番良さ。ああ、そうかそうか。ね、そういうことだもんね。うん。なるほど、わかりました。今も楽しみだし。はい、楽しみだよ。始まりますね。そうですね、コメント欄に皆さんは何が楽しみですかとね、書いていただきたいと思います。よろしくお願いします。パリ・サンジェルマン戦のチケットを持ってる方ね、私まで送ってください。2枚送ってください。ね。誰と行くんや。ね。ぜひお願いします。お願いします。ありがとうございます。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。またです。またね。ありがとうございました。